はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今回はですね、第4種郵便物いろいろと説明今してるんですけど、まあ、単語でもマニアックなね、まあ、第4種自体がマニアックじゃマニアックですからね、植物種子等郵便物ってね、上から3番目に書いてあるやつですね。これの説明をしようと思います。これもまあ、これはね、逆に説明しやすいですね。種ね、あの花の種とか、あとは種子とか、あと苗もね、場合によってはね、一応対象になってくる場合もあります。苗木とかもね、っていうのがあります。これに関してもね、やはりあのなんでこれが郵便で、ちょっとどうしてこういう法的根拠になってきたのか、私はちょっとこれに関してはちょっと経緯がわからないんですけど、まあ、種とかそういったものを送るのに関しては、まあ、そういったね、あの農作物の情報とかね、そういったものをなんかこう公共性があるってことになるんでしょうね。ということで、ね、まあ、これに関しても特に苗木とかになると結構ね、傘取るじゃないですか。ですので、あのこういうふうな、ね、認可を受けるっていうケースがあるということなんですね。まあ、私もね、何回かだけね、当たったことありますね。種子郵便物のね、あの普段ね、あの入ってるところはね、なかったんですけどね、何回かちょっとイレギュラーでね、あの応援に入ったところがありまして、そこの、ルートのところにはその種屋さんみたいなところがあってね、そこのところが、種子郵便物として出しておったんでね、最初私もそれは知りませんでしたからね、そんなのがあるの、で見たらなんかめっちゃ値段がするね、何これと思ったら第4種になってるんで、あ、第4種でね、あのあこのデータ入力するね、こんなんあるのと思って項目見てた、ああ、あるわあるわってね、あのデータで、ね、その DOS 端末があるんですけどね、端末でこういうのとって、こんなんあんのと、あ、ほんまや、項目選ぶところにあるわってね、それで私も知ったっていうぐらい、まあ、なかなか当たることがなければ、一生多分当たることがない、郵便屋さんやってたってね、当たることがないっていうやつなんですけど、まあ、使われてるところに結構使われてるんですよっていうのが、植物種子と郵便物っていうやつですね。まあ、なんでしょうね、まあ、結構お答えするのに、やっぱ、まあ、ただ苗木なんで、まあ、結構いろいろストレス使いとか大変なんですけどね、うん。種はいいんですけどね、ね、あの横にしちゃって問題なく、苗はね、そういうわけにもいかないですから、まあ、U バックで届いたって、それはね、シングルで使いましたからね、ね、どこからがその、これになる、当たりはまるのか、ちょっと私も、これに関しては本当によくわかんないです。うん、まあ、ただ認可取り取るやつはそういうふうにしてできますよということですので、あ、すみません、ちょっとこれに関しては本当にもっとね、詳しい人、業界そのそれこそ種苗業界みたいなところでやってる人の方が多分詳しいと思いますんで、ね、知ってる方がいたらね、ぜひまたなんかコメント欄とかで教えていただければなと思います。これに関しては特に本当によろしくお願いしますっていうのが、まあ、とりあえずこういうのがありますよということですね。まあ、これぐらいにしましょうか。これに関しては以上でございます。ご視聴ありがとうございました。